はい、小原先生こんにちは。そして今日を、助けてくれるのが三浦さん、はい。今日もルールのについての続きですね、はい。前回はダブルガードプルやりましたけど、今日は、飛びつきクローズドガードについて、これが結構その、何か、まあ、これも最近変わったんですよね。そうですね、今までは、まあ、どの階級どのカテゴリーでも、まあ、自由に通ることができたんですね、はい。でしかも呪術の場合はこう飛びつきクローズをした状態から、ゆっくり落とすのは問題ないんですけど、こう叩きつけてしまうというスラミングで以前やりましたね、はい。スラミングの反則を一発で反則を取られてしまうんですね、はい。だから、ですね、まあ、この飛びつきクローズはですね、しっかりこう腰に飛びつけばいいんですが、はい、早くいいポジションを取りたいので焦ってですね、はい、例えば膝に入ってしまってですね、はい、膝が折れてしまったり、あとは相手の横ですね、はい、こう今ちょうど三浦さんの横から自分がですね、ここからこう飛びつく形になってしまって、膝がですね、股関節に大怪我をする方が非常に、これは飛びつかれる方が怪我をする可能性が高いですね、はい。飛びつかれる方、はい、飛びつく方よりも飛びつかれる方ですね。ですよね、はいはい。で、まあ、要はですね、技能がだんだん上がっていく、黒帯とか、まあ、もちろん紫も怪我、茶帯とかでも怪我がないわけではないんですけど、はい、基本的にはやっぱり白帯の特にお互いがまた受ける技量がないと非常に危ないということで、はい、ちょっといつの改定だか忘れましたが、今は白帯、多分白帯以下のカテゴリーは多分今飛びつきクローズは禁止になっています。はい、はい、白帯以下は飛びつきはクローズというふうに今改正されましたね、はい。ここが間違ってしまうのはペナルティーに負けではないので、はい、飛びつきクローズしちゃいけない、禁止なだけなんですね、はい。なので例えば子供なんかで間違って飛びつきクローズしてしまった場合には、はい、一回パローしてやっちゃいけないよということで、はい、一回こう距離を離してスタンドからまた再開という形になります。その場合は減点とか、まあ、ないです。いわゆる反則、反則ではないので、はい、禁止事項、やってはいけない禁止事項なので、それをやったからといって、いわゆる一発反則負けとかペナルティーの指摘があるわけではないと思います。ちょっと今、はい、自分がそこまでしか記憶しないので、今の、はい、一番新しいルールはちょっとあれかわからないんですけど、はい、基本的には禁止事項ということで、そのなんて言うんですか、ヒールフックをして一発反則負けとか殴ってしまって反則負けということは別になっております。わかりました、はい。ちなみにじゃあ、飛びつきクローズガードを知らない方もいると思いますので、ちょっと見せてもらっていいでしょうか。そうですね、相手がまあこのように道着を持った、私も道着を持ってるんですね、はい。そしてですね、三浦さんがですね、ちょっと出しますけど、このように腰に飛びつく、はい、まさにこう飛びついてクローズをするからですね、はい。でここからですね、三浦さんは、まあ、自分の体を使って下に下げたりしながら、まあ、僕の腕を狙ったり、まあ、要はこのまま自分がこう落として後輩で、まあ、いわゆるクローズガードの攻防になるんですね、はい。なんでこれを、立ち技が強い相手に取るのはなかなか難しいので、もう立ってる段階から飛びついてしまってクローズガードを取るというのが、この立ち技が強い相手に対してこれをやる人がいたってことですね、はい。そうですね、はい、私はそのクローズは得意ですからってことで、はい、なるほど。まあ、当然なんですけど、上のトップからの攻防ですね、まあ、投げ技だったりパスガードが強い方に、はい、普通にこういわゆるシットガード、いわゆる、まあ、よく日本人がやるこういう形で引っ込んでしまうと、はい、まあ、ここからこう非常にパスガードをされるか投げられてしまう機会が非常に高いんですね、はい。ですので、もうこの持った段階で、まあ、いわゆるこうスッと引っ込むのと同じようなイメージで飛びつくという形で、強制にクローズガードに入るというのが飛びつきクローズガードの形です、ね。なるほど。これは実際にそうなんですかね、まあ、割と怪我が多いですよね。まあ、残念ながらですね、そんなにたくさんあるわけではないんですが、はい、例えばですね、先ほどちょっとお話した僕が見た例ですと、飛びつき正面ではなく、まあ、要は横からこういう形からですね、はい。そして、三浦さんのこの股関節や膝のところに入ってしまったので、どんなふうに危険性が、片足立ちになるんですね。あ、そうしますと2本で立ってるんですが片足立ちになります、はい。これで今、まあ、これでもこうグラグラするぐらいですが、はい、これで飛びつかれてしまった場合に、はい、膝がですね、曲がってはいけない方向に曲がってしまったりして、ね、まあ、膝の靭帯を損傷してしまったり、まあ、骨が折れてしまう。そうですよね。あとはですね、もう一つがこういった時にですね、この腰に飛びつけない、はい、ジャンプ力が足りなかったりとか、なんて言ったらいいですかね、足に絡みたい場合なんかに、はい、この低い位置でこう飛びつくんですね、はい。そうすると腰ではないうち足に直接きますので、はい、要は体重がこうグッと乗っている状態から中に入ってしまいますので、はい、まあ、それこそよく十字靭帯なんて言いますけど、前十字靭帯、後十字靭帯を切ってしまったりとか結構大怪我につながる形
形も多いですね。なるほど、はい、僕が練習しているトライフォースでは飛びつきは一律道場内では禁止なんですが、はいはい、グラスコさんでどうですか。うちも実はそうです、まあ、うちの場合もそうですね、飛びつきクローズ、あと、まあ、飛びつき腕十字で、はい、いわゆる飛びつき三角というのはうちも禁止しております。まあ、どうしても練習したい場合にはお互いの了承で、まあ、打ち込みぐらいから始めるという形で、まあ、いきなりスパーで使うことがないようにといううちも注意をしております。なるほど、はい、最近どうなんですか、試合でこれは見ますか、飛びつきやってる人。やっぱり紫帯ですとか茶帯ですとか、はい、気温高くなってくると当然行われてますね。でまたブラジル人とかアメリカ人の選手も非常にジャンプ力が高いので、はい、まあ、さっきのこう腰ぐらいなんですけども、この辺の胸まで飛びつくような方が非常に多いですね。そうですね、はい、なるほど。どうしてもちょっと一つ違うのは、以前だとですね、そう飛びつかれて、まあ、ゆっくり落とすのがこう選手の飛びつく選手も少し横から来たり、はい、こちらもですね早く割りたいので、はい、飛びつかれた段階ですぐにこう割ろうと、はい、もう空中のストーブでやるんですね、はい、なのでさっき言ったバランスが悪くなって怪我をするというシーンがいくつか見られてますね。以前だと見えます、まあ皆さんがどうぞスパート飛びつくで、ここ飛びついてから例えばズボンを落としてパスガードをしたり、はい、またはゆっくりと一回ベースを作ってから、ベースを作って、はい、こうパスガードをしなさいというふうに、まあ、いろんな先生が教えていると思うんですが、はい、これをですね、まあ、要はこの時間がもったいない、またはここまでやられると相手がクローズガードが強いともう割ることができないので、はい、飛びつかれた瞬間にもここで割りに行ってしまうんですね。そんな技があるんですね。はい、あります。実際にですね、皆さんすみません、ああ、はい、これだけでディフェンスしてますね、はい、実はもうこれだけで飛びつけないですね、はい、でこのままゆっくりそうです落としていただくと、ここからパスガードの展開実は入ることが、なるほど、もちろん相手もうまいので今みたいに簡単にできることはないんですが、はい、飛びつきに対する対処ってはいくつかありますし、それをかいくぐってこちらの飛びつかれる方がまたうまく飛びつくというシーンもありますね。なるほど、はい、だから多分この辺はこの辺で、まあ、ちょっとうちの場合としても禁止してるんで、まあ、申し訳ないんですけど、この辺はこの辺でやっぱりやり込まないと実際こうテクニカルになるのはなかなか難しいのかなと。はい、飛びつきクローズの、ルールについてよく分かりました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。